リ2001レジーンリ2001アリエテリ2001は第二次世界大戦中にイタリアで生産されたタンザの戦闘機である。愛称はアリエテ。レッチャーネシャイタリア空軍では不採用となったリ2000の機体にドイツ製のダイムラーベンツ DB601 エンジンを装着することで性能向上を図ることを計画し、この機体をリ2001と名付けた。 試作機は1940年7月に初飛行したが、エンジン変更の効果はそれほど得られなかった上に、強作となった末期車の MC202 が高性能を示していたことから、前作乗り2000に続いて不採用になることが危ぶまれた。しかし、第二次世界大戦への参戦により戦闘機の数を揃えたい空軍の事情から、1941年に正式採用された。 D2001 の生産には供給されるエンジン数が少ないという制約があった。DB エンジンはドイツ国内向けの生産に追われており、他国の量産機に回す余裕などなかった。イタリア国内ではアルファロミオが d b 6 0 1を r a 1 0 0 0 r c 4 1から 1A としてライセンス生産していたが、このエンジンの優先権は MC202 にあった。 そのため生産は、父として進まず、1941年から1943年まで生産されたものの、生産数は終戦までに243機と MC-202 と比べると少ないものになってしまった。搭載エンジンの不足から最終生産型となった B2001 ビスでは、DB601 の代わりに、急ったフラスキーにデルタ4エンジンを搭載することになった。 本機は当初迎撃戦闘機として設計されていたが、性能不足から戦闘爆撃機や夜間戦闘機としての任務に着くようになった。それぞれの任務の専用型として、リ 2001CB、リ200 2001CN があった。CB 型は胴体仮面に最大 640kg までの爆弾を喧嘩できるようになっていた。 CN 型は、ドイツ製の MG151、20機関砲2門を主翼に装備していた。この型は、停戦の年に、北イタリアの工業地帯の防衛に使用された。また、艦上戦闘機型、来撃機型、対戦車攻撃機型が試作され、全木製機型も計画されていた。イタリア休戦後は、連合国側に投降した機体の方が多かったと、言われる。 第二次世界大戦終戦時には数機が残存しており、これらの機体は新生イタリア空軍において1950年代直前まで任務についていた。三面図、ありがとうございます。